かぼちゃをチンします。いいですか、うん、チンしてからこの種を取ります。まず根元を1センチほど切ります。硬い。左下これクリニックやんよ。あっち種取って皮を取る。あっち、頑張れ頑張れ。あ、めっちゃ柔らけえけど、あっち、うわ、ね、これ皮ごと食えるの？でも洗ってないけど。身がさ、身の中に、身の中に。あ、そうやった。すぐ忘れるわ。餃子だったんですか？何言うの？散歩歩いたら忘れるから。マジです。クロスワードした方がいいかもしれない。ああ、みえさん、暑いっす。頑張ってください。あなたのお仕事それですけど。スパルタですね。いちいち。誰に助けてくれるの？誰も助けてくれない。スパルタなんですこの人。見かけによらず。うわ、なんかネギの切り方めっちゃ上達してるね、最初より。待って、最初そんなにやばかった？いや、違う。さらにね。行ってきます。解いていただけますか？これ解いていただきまして、え、照明が切れた。え、もういいか。行きますよ。ほうれん草の瞬間移動です。どいてください。今日のあの料理はあれだよね、血液サラサラ料理だよね。そう、血が固まりやすくなるから、ホルモンしてたら、だから、そう、副作用で。だから今日は血液サラサラメニューメインでやっていきたいと思います。んちゃんちゃ。でも基本あれだもんね、いっぱい作ってくれるもんね、いろいろ。そうだね。
あの、ま、貼らなきゃ。日本語おかしい。自分で立てる。マジ日本語出てこない。小1から読み直したの。はい、塩で味付け加えたので完成です。はい、次これいきます。はい、アジはね、いいんだよ。アジ、サンマ、カツオ、DHA、EPA、 血液サラサラになる。血中の余分なコレステロールを出す。本当ね、あの半年に1回自分は定期検査しているからね。ホルモン注射もちゃんと検査しないと。危ない、単語単語しか言えない。はい、次。検査、危ない。何？はい、フライパン熱したらサラダ油入れてください。はい、その間に私は調味料を使う。調合する。調合します。まずお水が。早く入れろよ。4分の1カップ。50cc。マジで。全然違うよ。ありがとうございます。ありがとうございます。マジで。オイスターソース小さじ2杯。ちょっと試して。それからスープ小さじ3分の1。失礼します。注意してください。生姜1分の1。お、いいんじゃない。めくるよ。箸がうまく使えん。はい、調味料できました。できたての調味料を、うん、こっちにして。あれ、にんにくかけよう。ちょっと待ってよ。大丈夫。おじちいには何？おい。はい。絡めてください。はい。あてる。あ、さすが。おいしい。おお、うまそう。でも
木登り。木登り。一回引き戻します。一回。そんなこと合うんだ。そんなに合う。いただきます。うん、辛いの、うん、ちょっと辛くした、はい、うまい。じゃあ、うん、今日はサラサラだ、うん、おいしい。うん、うまっ。柔らかくない？うん、いい。さばいきます。アジです。はい、失礼しました。アジですか。うん、うん、美味しい。味付いてる。うまっ。皆さんもぜひご覧ください。作ってくださいね。ね、サラサラ、血液サラサラ。これやばい、うまい。だってチーズか。チーズがやっぱとろーり。とろーり。とろーり、うめえこれ。簡単だし、いつでも作りたいね。うん。